皆さんこんにちは。日頃より応援してくださり、誠にありがとうございます。今回は、私の動画にも上がっている、ヤギたちのとの、まあ、日々や、牧場を、去年の実は、6月の、末ですかねに撤退した、ことがあり、その経緯を説明したものを動画に、しようかと思います。先に申し上げますと、これは特定の方を、攻撃したりとかね、特定して誰かを吊るし上げたりとか、そういった攻撃的なものを意図したものではありません。なので、とてもね、なんというかな、まあ、抽象的なちょっと、説明文にはなるんですが、はい。まずは、述べます。私たちは、規模は小さいですが、農業をしており、そのサポートとして、ヤギは、どうかという疑問がきっかけで、買いました。近隣で放棄地ですが、貸せるとの案件があり、草刈りと整備を行い、2頭のオスヤギから、飼い、近隣の応援と称賛が、ありまして、徐々に、その地域に定着していきました。パレットや、材木で、柵を、作りまして、まあ、リードから、解放された時のね、ヤギたちの、姿ときたらね、まあ、近隣や観光で来た、方々と、まあ、触れ合う、そのヤギたちのね、姿を見て、なんて言うんでしょうかね、まあ、素朴な幸せというか、ね、命のありがたさを感じました。うん、その中でね、除草ヤギっていうのがね、まあ、なんていうかな、まあ、その YouTube でしたりとかね、あと、テレビでも特集で上がるようになっててね、で、我々も、まあ、本当に、まあ、2頭からですからね、まあ、その放棄地がね、すごい、我々も頑張りました。頑張ったんですけど、人間だけの力じゃね、やっぱり自然の、その、草のね、伸びるスピードにはやっぱ追いつけないんですね。で、毎日、やっぱりね、食べてくれる、そのヤギのね、力が本当に助かったんですね。うん、で、そのヤギ、除草ヤギとして活動するというところで、まあそうですね、オスヤギしかいなかったものですから、メスヤギを、飼い、まあ子も授かりね、まあなんとまあ、ね、あれはね、何月だったかな、12月だったとは思うんですけど、まあ出産という貴重な場面も立ち会うことができましてね、改めてね、やっぱり、すごい、なんていうかな、今、まあ先ほど述べた通り、まあ命のありがたさというかね、尊さを感じ、ひしひしとね、感じましたね。で、そうですね、あとは、とある日になんですが、ヤギを貸してもらいたいとの依頼があり、そうですね、レンタルヤギとして、貸し出しを、いたしましたが、まあうまくいかずね、引き取る形になりました。で、その後に、まあ、意見の相違や、近隣の反対も、徐々に大きくなっていきましてね。そうですね、まあ、やむを得ず、まあ、その、去年の6月の末だったと思うんですけど、ヤギの、まあ、幸せを願ってね、獣医もいる大きな牧場に、譲る、まあ、その場を撤退することに至りました。まあ、そうですね。まあ、その経験と来たら、まあ、いろいろ教えられた部分もあってね、すごいありがたい部分があってね。で、うん。まあ、その、私はね、まあ、その YouTube 通していろんな、うん、まあ、なんか表現、まあ、なんていうかな、まあ、なかなか私は、まあ、口下手というのがね、まあ、前の動画でも挙げましたが、まあ、率直に申しますと、やっぱりなかなかこう、伝わりづらい部分って、
言葉ってあると思うんですよね。その中で、なんていうかな、まあ、どう、こう、なんていうかな、伝えたいもの、思いだったりとかね、心を伝えていくかっていうのがね、まあ、その、なんていうかな、生きる過程の中で問われるのかなとは思うんですが、私は、まあ、そうですね、学生の頃から、まあ、武術っていうものをやっていて、まあ、なんていうかな、ご縁があってね、そのまま神道流合術っていうものがあってね、それだったりとか、あとは、まあ、この中でちょっと教わることができた、忍絵、あとは農業、まあ、これもね、近隣の方のすごい協力がありました。それこそね、自然ともっと寄り添った形で、なんていうかな、農業っていうのもね、この形が今問われる昨今でありますけどね、何かね、私も今模索している中で、まあ、自然農法、吉田先生のね、金ちゃん農法っていうものをちょっと今仕込んでみて、ね、ちょっと今年もね、挑戦してみようと思うんですけど、あとは、まあ、動物や命の保護。まあ、これらの活動は、道は違うものに見えますが、何かつながるようなものを私は感じましてね。新たな境地に向けて、精進したいと思う所存です。で、私は、本業は介護の仕事は、まあ、十数年、続けてましてね。やはり人と接する仕事ですので、なんていうかな、まあ、人間の尊厳、なんていうかな、まあ、命の尊さとかもね、そうだけど、弱者強者とか言うとね、またちょっと語弊を生みかねますから、まあ、なんていうかな、尊く見てね、平等って言ってもやっぱりまたね、難しく、こう、語弊を生みやすい言葉だとは思うんですけども、尊さっていうのはね、やっぱり人それぞれあってね、人の違いというのは当たり前のようにあるもので、それが何て言うかな、違いはあってみんな尊いものだっていうのはね、どこかでこう表現できればなとは私は思ってます。そうですね、その日本だけではないけどもね、世界共通してその文化っていうのがありますから、伝統文化っていうものもあってね。それを、なんていうかな、継承して、まあ、今、我々が、なんていうかな、こう、言葉も喋れて、ある程度の教養もあって、会話もできてね。で、なんていうかな、こう、趣味も楽しめるというかね。で、仕事も、なんていうかな、こう、まあ、それこそ、まあ今ね、なんかすごい情勢、世界を見ると情勢がすごいとかね、なんかいろいろやってますけど、基本的な人間としてのね、軸というのは支えられてる部分はね、まあ過去の先人たちから授かったものは多いと思います。あまり長くなってもあれかな。そうですね。まあ今後ともその伝統文化、まああとはね、その命とは何か、それについて、そうですね。まあ、先人たちとね、あと私も先生をちょっと二人亡くしましたが、まあその先代たちのね、とても働きには、その、到底及びませんけども、身の回りにね、出会う人ぐらいにはね、伝えれるように日々精進してまいります。今後とも応援よろしくお願いいたします。はい、助走中です。
よし、待ってね。